年代の古いものから順に並べましょう。鎌倉時代に幕府を開いたのが源頼朝。室町時代に幕府を開いたのは足利尊氏。安土桃山時代に君臨したのは織田信長。次が豊臣秀吉。秀吉の死後、関ヶ原の戦いに勝利して江戸幕府を開いたのが徳川家康。江戸時代中期の三大改革の一つ、天保の改革を行ったのが水野忠邦。1番、源頼朝は鎌倉時代。2番、水野忠邦は江戸時代。3番、豊臣秀吉は安土桃山時代。正解は1、3、2。